はい、どうもタスミンです。今日の動画ではですね、迷った時どうすればいいかっていうことについてね、お話をしていきたいと思います。皆さんね、結構、迷われることってあると思うんですよ。まあこっちにしようかなとか、こっちにしようかなとか、そういうことで、悩むこともあると思うんですけど、それよりも、やろうかやらないかみたいなことで、悩むことってないですか？そういうことで、悩むことってあると思うんですよ。例えば、まあジムに通おうかな、通わんとこうかなとか、まあこのビジネスやろうかな、このビジネスやらんとこうかなみたいな感じで、悩むことってあると思うんですね。で、僕自身も、まあ昔は、よくね悩んでたし、悩んだらやるなっていう風に、言う人もいるじゃないですか。で、その言葉をね、真に受けて、悩んだらやらないみたいなことをやってたんですけど、やっぱり悩んだ時っていうのは、まあどういう判断基準でやるかやらないかっていうのを決めたらいいのかっていうとですね、今迷ってることに対して、ワクワクするかワクワクしないかみたいなことを、基準にするといいと思います。で、やっぱり人間の勘って、結構当たるんで、やっぱりね、自分の気持ちに、忠実に、ね、なって、その通り、まあ、思う通りに行動してみるっていうのが一番いいと思います。まあ、それでもね、まあ、不安が残る場合っていうのは、まあ、いろんなねリサーチとかをしてみるとよくて、で、リサーチの方法わかんないよみたいな、どういうねこう悩んでる時にどうしたらいいのかみたいな、やるべきかやらないべきかみたいなんでね、一人では決めかねると思うんで、そういう時はですね、その道でですね、まあすでにいろいろされてる方とか、そういう方に、お話を聞いてみたりとかね、そういうのをするといいと思います。まあそういう方のねお話を聞くと、かなり、まあ、信憑性のねあるお話とか、その人からしか聞けないお話っていうのがね出てきたりするし、やっぱりね、あなた自身に直接当てはまるとは限らないんですけど、参考になるようなねお話が、聞けるのでおすすめです。で、迷った時はやっぱりそうやってね人に相談するっていうのがいいと思います。一人で、抱え込まないのが、いいかなっていうふうに思ってます。で、よくある質問があって、まあ、そんなね、いろいろ迷ってやることに対してどういう意味があるんだっていうふうにね、質問いただくことがあるんですけど、まあ、行動すべてにですね、そもそも意味がないってことはなくて、まあ、あなたがこう行動してることっていうのはね、すべて意味があることなんですよ。まあなぜかって言ったら、そのね、人間っていうのはまあ常にね、取捨選択をして生きているわけなんですけど、あなたがまあ選んでね、行動してることっていうのは、成長したいからそうやって行動してるわけなんで、まあ、自分をね、成長させることに対して行動することに対しては、まあ無駄な行動っていうのは一切ないですし、まあ、そこに関しては自信を持ってね、取り組んでいただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということでですね、悩んだ時っていうのにどうすればいいかって言ったら、ポイント1ですね。まあ迷った時は、ワクワクするのかワクワクしないのかっていうところで、決めるとよくて、ポイント2ですね、それでもなんかワクワクするけど不安だっていう場合は経験者にお話を聞くっていうのがいいと思います。まあこうやってね、なんか一つ一つまあ思い浮かんだことをまあ決断してね行動できるようになって、そうやったら人生っていうのはね簡単に変わっていったりするんで、やっぱり成長するとね人生って変わっていくので、そういった面ね意識して生きていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、この動画がね、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、今日の動画は以上になります。ありがとうございます。